午前中ちょっと銀行に振り込み行ってきたんですけど、その時ちょっとね薄着で出かけちゃったんでちょっと寒かったです。こんにちは、モズです。もう普通の方は皆さん仕事してらっしゃる時間なんで、それを押してまでメニュー見るべきようなことはやんないのでご安心ください。お仕事をしましょう。まあ説明文に書いてある通り大したことはしないのでね、魔人島滅戦今攻略組んでるんですけど、ちょっと待ってね、今やってる編成がこんな感じなんですよね。でまあちょっとさっきやったプレイをご覧いただいた方が良いかな。ちょっとご覧に入れましょう。よいしょ。ごめんなさいね、BGM がごっちゃごっちゃですけど、 BGM 切ってからやればよかったな。まあいっか。最初の方も漏れやすくて大変ですよね。まず所定レシアじゃないや、ヘレナで、まあ援軍2人をトントンと出しまして、でまあとりあえず防御アップしてスピーカー出してハエを落とす。で最初の援軍でリアナで全体回復をかけるんですけど、その前に王子ですね、アリが抜けていくからね。でここでリアナですね。ピピン使ってたんだけどね、ちょっと射程の都合でリアナにしてます。でシャルロットも、まあシャルロットはだいたいハエ担当で、でまあ、幼虫もちょっと削るんですけど、成虫になっちゃうとねたげってくれないんで、そこがちょっとね。でメトスでそこの一番上の中央のハエを倒すと、他はそんなにトークン使ったりはしないですね。ちょっとね結構ギリギリなんですけどまあキャーする前に倒せるはずですキャーしてますけどね。焦ってる。でホニア・ベルニスと出しまして、まあ、ここは同様の攻略をなさってる方がいたので、ちょっと真似てます。このクロアリを、クロアリにね、ウェルディ点火してるんだけど、これは多分やめた方がいいですね。で、まあ、シャルロットが生存していれば、今のも大丈夫なはずなので、ここからはもう失敗のボタンですね。でここから皇帝をちょっと使ってみたんですが、届いてないですね。届きそうなんだけどな。でしかも向こうからは届いてしまうという、まあ、こんな感じでした。もうちょいうまくやれてる回もあるんですけど、まあ、直近のプレイがあれだったということで。なるほどね。そうなんですよ。こんにちは。さてさて、じゃあちょっと電源いきますか。お金がないものでね。
シンシアをとりあえず覚醒したいんですけど、バフの効果を上げたいんですけどね。魔人島滅戦話でもう本当にバフモリモリじゃないとダメな感じがありますね。どうにも。だいたい今上がってる動画って皆さんイベユニだとアリア、覚醒アリアが入ってますし、チャリア育ってないんだよな。その、未CC段階で止まってるんですよね。あ、未CC じゃない、CC で、しかもカンストはしてないっていう。ちょっと待って、電源のもんですね。まあこれやってるうちにランクアップするような、そこまでいかないかな。シンシアゲットおめえ。あ、ありがとうございます。そこまで存じているということはエトさんではないのか。まあありがとうございます。まあなかなか苦渋の決断でしたけれども、シンシアは、焦ることない。でもミミック使う金策は結構めんどくさいぞ。シンシアとりあえず未覚醒カンスト近くまでは育てたんですけどね、メルが79で止まっちゃってね。あー、ミミックさん空振りました。そこに無理に置くもんじゃないな。だいたい7000ぐらいでしょう、ゴールド。何十万とか貯めるのは結構気が遠くなる作業なんですよね。だからまあ生放送でポチポチやろうと思ったんですけど、放送でも結構きついことには変わりないっていう、7000には届かず。ちょっと空き枠作っとかないとダメかな、これは。ユニットは引退しちゃって良いでしょうと思われますが、ちょっとソルジャーは素材用に取っときます。ヘクターさんも引退しちゃっていいような気はしますけどね。枠あれば足りるかな、いいかな。でヘクターさん合成用にソルジャーを出しておけば OK かな。そしたらどんどん行こう。間違えた。
なるほど。品格とか機能やるべきなんじゃ。説明文を読んでください。お願いします。それはもちろんやる。いつも動画参考にさせていただいてます。あ、おつです。あ、ありがとうございます。まあそんなわけでして、昨日はちょっとね、検索間に合いませんでしたということで、でも昨日逃がしちゃうとね、もうドロップ率アップ期間が終わってしまうという。あ、和骨です。あ、よかったよかった。まあまあ平日のこんな時間だけど、ちょっと人がいらしてくれてありがたいです。とはいえ、まあやることがこれなのでね、まあ、全然関係ない話でも大関係ですので、魔人討滅戦もうちょい緩くしてくれなかったもんかな。せめて攻撃デバフ 50% ぐらいに。そうそう、前回の5時間やったんでしたっけ、生放送。あのあと結構コミュニティの参加人数がちょっと増えてて、すごい嬉しかったです。ありがとうございます。あの日午前もやったんですけど、午前の段階では25名ぐらいだったかと思うんですけどね。今33ですか。いやいや、ありがたいことで。もっとね、こっちの生放送の方でも伸ばしていけたらと思うんですけど、まあなかなか難しいもんですよね。放送を増やしちゃうと攻略の方がおざなりになってしまうという、そういうジレンマもあって、なかなかね。ただ魔人討滅戦はね、まあ金策が必要になってるのもあり、時間云々だけでは言い切れぬところがございますね。ああ、ちょっと少ない。ああ、本当に、そう言っていただけるとね、こちらも助かります。そうですね、やっぱ基本はデバフに対抗してのバフ増し増しという感じですかね。もうすでに上がっている動画様がやっておられる通りで、どうぞ。まだまだカリスマ少なくて終点もままならないので。ああ、なるほど。うちはもう3パリンぐらいしてるかな。失敗プレイだけでね。ちょっと悲しいですけど、仕方ないね。でね、バフが大事だから、皇帝のスキル中のバフを生かしてイザベルかレオナか使ってエンチャントをするっていうのが昨日思いついたやつなんですよ。
だもんで、ただイザベルとレオナ両方未覚醒カンストで止まってるんですよね、うち。とりあえずとこの辺を対して、ソルジャーは取っときましょう。それでそれで。帝国ガチャ復刻時間かかりそうですかね。ああどうですかね、私も待ってるんですよ帝国そろそろ来るんじゃないかと思うんですけど、イザベルいいっすよね、うちはねステラがいるからっつって、イザベルは未覚醒用にどう取っておいた結果がこれだよっていうね、帝国所属っていうのがなかなか、神馬じゃない魔神討滅戦においてはありがたいと思うんですが、覚醒アビリティが受講バフにもなりますからね、あれ、でも帝国、皇帝のバフと重複するのかな、あれ、もうその辺がちょっとアイギスは難しいですね、バフとかデバフとかの。さっきもねツイッターでエトさんと話してたんだけど、暦と、バレンタイン流の魔法耐性デバフですね、あれが重複するのかしないのかっていう、何にどしろメンテだかわら、そうなんですよね、だからまあこの後開けメンテが開けるので、それまでには終わるっていうか、もうあと13分だわ。で、レオナも未覚醒カンストで止まっております。一応、好感度は上がってるはず。アイリスはそろそろ重複系の情報整理欲しいな。欲しいっすね。白まで2でガチャ止めてあるから帝国来て欲しい。なるほど。天井ね。うちもね、天井、白天井が使えそうだから。ただまあ、なんかいい人ができても動画では使えないっていう点で育てるかどうか謎なんですけど、それでもまあ帝国を回したいという、そのうち使っちゃうかもしれないな、でどうしよう、レオナならまあまあコスト軽いし、で覚醒スキルの時間も10秒でエンチャントの20秒という短さとちょうどね噛み合う気がするんですけど、それで倒せるほど甘くもなかろうしな。一応バフの種類は3種類で同種重複はないらしいが、一覧がないから漁らないといけない。わかるわかる、私もねさっきアイギスウィキのシーサーウィキの方ですけど、私の方でバフについての情報を漁っておりました。でまあレオナかイザベルを覚醒するか、先ほど取った、シンシアを覚醒してっていう感じなんですけど、シンシアではな 5% 上がるだけだからね、今未覚醒で 10% のバフで覚醒後は 15% と、でこの8倍煮込みと、フロイデじゃなくてワラハか、精霊でガッとレベル上げたんですけど1400ぐらい足らなくて、今もここで止まっているダメ魂。まあまあまあ、あと結局回避の計算もどうなってるか結論を知りたいところだ。そうっすね、でも回避はいかにも一番高いやつが、違うのかな、それぞれ、それぞれ計算されて、全部で回避が叶わなかったらヒットしてしまうという感じなのか、それとも高い確率のだけが1回だけ
判定されてるのか、そんな感じだと思うんですけど、まあちゃんとそれぞれ判定されてるといいですね。その辺はちょっと判断しようがないからね、実際のを見ても。困ったもんですわ。検証動画見たことあるけど、うん、スキルとアビデニッシュや。ああ、そうなの。なるほどなるほど。アビリティだとあの弾くやつですよね、無効化の。うん、まあ、ああでもスキルでもその一応弾くやつがあるから、そこはまた別なのかな。なんかその、うん、あのカキンって弾くやつと普通に回避する方と、そっちの2種類というのも、ああ、ローグとリンね。うん、そうですね。あの、私が今言った感じだと、それ重なりそうな気もしますね。重複するものもあったり、すべてに判定があるのか、うん、高いものだけ採用なのか、正直正確な情報を検証できない。そうね。ちょっと、やりようがないもんね。よっぽどチート的なことをしないと、それはね。スキルかけるアビリティのみ加算、それ以外は高い方。まあそうなのかな。そういうことにしときましょうか。とりあえずそれで納得しておきつつ、次の電源に参りましょう。次の記憶に参りましょう的に。あれ、レーブも覚醒したいんだよな。そうだそうだ、レイブのバフも全体だから貴重なんだよね。あ、そっか、レイブも覚醒しなきゃだからちょっときついな、本当に金銭的に。でまあレイブ使うならクリア悪魔でしたいしな。リン S 未覚醒パス覚醒ワルツで回避 100% 覚醒。そうなの。そうなんだろうか。意外とあの子最終兵器になりうる。おお。そう、 100% ならたまらんけどね。そうっすよね。ただもう今となってはパトリアークまで育てるのがきつい。いろいろ育てすぎたわ。シャルロット一気に味覚のスキル覚醒までいっちゃったもんな。知らないけど、いや、なんか知らないけどじゃないわ。もう、飛びました。もうあの追加ストミのおかげでめっちゃ育成ラッシュですうち。あれ、広告いただいてる。ありがとうございます。ちょっと待って、30分枠なのにちょっと申し訳ないです。でもありがとうございます。ありがたいやら、申し訳ないやら。なるほど。ただね、今うちベルニスのスパイクシールドを使ってるから回避はとりあえずいらないかな。あの他のやり方であればそれはすごい貴重なんだけれども、仕方ないね。最近だらしねえな。あ、いっぱいかな。あ、違った。
はい。結局どうすっかな、シンシアを覚醒するかデーブを覚醒するか。あのね、イザベルとかレオーナあたりだとスキル覚醒も含めるから、でしかも第二覚醒したいよね。どっちも本人の火力を求めるところだから味覚までしないとあかんだろうし、めっちゃ悩ましい。どっちか、飛びますな。ちょっとね、だいぶ苦しいんだけどね、そのデーブとかシンシアの覚醒も含めると。えらいこっちゃですよ。どうだろう、あの覚醒前から同じだと思いますよ。あの配置中出撃コストがプラスいくつだっけ、2だっけ3だっけあって、そこはもう覚醒後も変わらないでしょう。トーサメなので魔法都市の主導で止まってるから新ストミは鼻ほじうん、でもまあそのうちやることになるよ。あるもね、スキル覚醒してミミック増やせるようにできれば良いのですが、まあそこに費やせないな、お金を今のところは。時間あと2分もうちょいで、お城のメンテまでもうちょっとあんだけどね、始める時間が中途半端だったから、まあまあまあ。コスト攻めの魔界で新シアとなると最後のデバフ感はよ。そうですね、まさにもうそこだけの理由で、交換して育てました。ただね、近接だけなんだよね新シア、そこがちょっと。だからまあ、お城も放送します。お城はどうしよう、やっちゃおうか。動画上げるってなるとどうかなと思ったけど、いやちょっとごめんなさい、悩ましいどうしようどうしようどうしよう、言うてる間にもう1分20秒を切りました。こうニコ生やってると攻略がすごい組みづらいんだけど、まあやってみようか。じゃあちょっと延長しよう、ギリギリや。大丈夫かな、まあなんとかなるか。じゃあとりあえずお城のメンテまでは金策に走ります。しかしまあ時間かかるな。お城本体最適解見つけるのに石5つも使った。お疲れ様です。今回の絶一のはそんなに時間かかんなかったかな。うちは最初から近接を多めに使うっていうことで方針が固まったので、むしろ遠隔の配置をどっちにするかで迷ったかな。株がなかなか届かないんですよね、縦で止めるとこまで。最大化すると届くんですけど、それでも多分範囲の施設が必要だし、そうね、アイギスよりね。で、
カリスマスタミナって両方ね、使うことないし、そこが大変助かります。うん、まあ、アイギスも結構頑張って配ってはいるんだけど、需要が消費に追いつかないという。あ、違うか。供給が。うん、そうですね。あの、リとケツとゼツニが加わるはずで、しかも下手すると武神降臨とかも来るかもわかりませんね。どうであろうか。じゃあまあ行きましょう。てかアイリスと違ってクリアしてなかったらそんなに減らない。あー、そうかも。確かに。無課金なのに意志すごいな。あー、これはね、あの、育成応援パックを買って150個プラスになったんですけど、まあその時はね170ぐらいになってたはずなんですが、だからまあそれ考えるとだいぶ減りました。うん、あのこれでもあの攻略ですとか、まあ攻略ですね、攻略だけにパリンしてるんですけどね、あのまあ動画撮影用ですとか、だからまあ収集とかがない限りはそんな派手にガッと減らないですよ。無理のない課金王子。だからまあその辺はね、あのプロフィールに一応事情を書いてあるんで、まあ無課金王子って書くのやめろやって言われたら、言われる声が多かったらちょっと考えますわ。というわけでいきます。まあまあまあ3年以上遊ばせてもらってるからね、あのぐらいはチャリンチャリンを落としても良いかと思います。ありがとうございます。私もね、もうそうやって言っていただけるのが大変ありがたいところです。まあそうですね。でも召喚とか回さないんでしょうか。私は動画やってるからあれですけど、結構普通に無課金でやってると回せたりしますでしょう。アイリスは育成に時間かかるから自然と無課金になってる。なるほど。まあなかなかいろいろですよね。70っていうのはパリンを70なのか別の単位の70なのか。まあ別の単位ではないか。どうであろう。で、水着エレインは出たのでしょうか。まあ出たから70で止まってるってことかな。そう信じておこう。マジで別に70で断念したということかな。それはちょっと悲しい。ポーラとか代わりに出てくると良いのですが、どうだろう、収穫はあったのかな。まあ何の収穫も得られませんでしたっていうことはないとは思うんですが、まあ追求するとキリがないもんね。もう少し回せば出そうとか言って回して回して歯止めが効かなくなっちゃうよね、そういうの。水着強いの？水着はあの前イベントで使う機会があったんですけど、あれ見た限りでは結構強かったように記憶しております。詳しい能力はウィキをご覧ください。ちょ
と今、とりあえずこっちを私やってますので。収穫なしです。わら、白天井で被った。マジで。わら。それはちょっと辛いな。まあ課金はほどほどにね。運営は潤うけどね。50分ですね。あと10分でお城のメンテが開けるので、どうしよう。ちょっと難しい状態になってしまった。スタミナ10でカリスマが尽きている。今割っちゃうとね。でか金の強さを求めてはいけない。あれ、レイン、水着レインって金だったっけ？あ、まあ別にレインのことではないか。いやでも金も結構強いけれどもね。誰だっけ？マーガレットとか。あ、金なの？金か。それじゃしょうがないかな。まあまあまあ、金でも強いユニットはおるのですが、まあ、育てやすさがメリットかな、金は。アレグリアとかよく配布されますからね。さて、どうしよう。ランクアップ全然届かない。金攻略ね。結構金攻略なさってる方もいますね、見ると。ただまあ味覚まで育てればそれは強かろうっていう気もするんですが、どうしよう。今からパリンして、まあいっか。じゃあちょっとスタミナを使わないといかんかな。やっぱちょっとむずいな。金編成でやるなら強いとかの前に全部とにかく集めるとこから始まる。あ、なるほど。塩バターパン梅。塩バターパン。ああ、うまいよね、塩バターパン。としか言えない。びっくりした。おやつの時間なのかな。もし今お昼だったらお疲れ様です。とりあえずヘクターさん、ちょっと待って。まあいっか。まあ、同ユニの同兵種でプラス30経験値は使っておきたいですね。で、新車どうすっかな。今からはで、いやーダメだ、ちょっと今回はちょっとお城を優先いたします。なので、スタミナどうしよう。スタミナはちょっと、ごめんなさい、チャレンジクエストで消耗いたします。銀ユニがもう少ない、銀ユニじゃない、銀精霊が少ないね。いつものやつに行きます。ダニエラさんとサバルちゃんがいれば OK です。めっちゃ遅い。うちもすぐなくなっちゃうんですよね。困ったもんで。やっぱ素材をあれですね、 CC 銀にしてるからかな、覚醒素材を。そっか、それは考えなかったな。でも考えるとドロップ率アップしてるから、やばい、ダニエラさんつけ忘れた。
そっちの方がいいのかな。まあまあまあ、こっちはこっちで花束が美味しいですよと。うち、精霊救出はあんまし回してないんですよね。皇帝煮込みとかしてると割と精霊自体が足りるという。確定だよ。ああ、確定っていう響きにすごい惹かれる。惹かれるけど、初級どうしたもんかな。そっちでも良いけれども、じゃあ、たってはちょっと今回はこちらで。ワンちゃん金精霊も集まる。まあまあ金と言わず一応他のも期待値はあるよね。まあでも初級だと厳しいか、その辺は。だろう。まあそれぞれ違った良さはあると思うけど、金策においてはサバルの方が効くかな。どうだろう。ミミックがあるもんね。サバルいいですね。なかなかいいですよ。やっぱね、ダニエラさんと一緒で確定なのがいいですよね。スタミナどんぐらい減らしときゃいいかな。あやばい、もう57分だ。じゃあもう一回だけ言っとこう。ちなみにドロアップ関係なく銀は確定する。いや、わかりますよ。精霊救出の方ね。消費が2だからね。そこは、まあまあ安定はするんだけど、サバルってリザルト掃除以外にゴールド稼げてるの？ゴールドゲット。検索はオークでやるだけだったので、ちょっと新鮮、勉強になります。あ、マジですか？ここもね、結構周回するんで、私結構ガチガチにゴールドゲットしてるんですよ。で、リザルト表示以外に、まずサバルさんの、おやべやべ、覚醒アビリティでゴールドゲットの効果がアップするでしょう。あとは、このミミックでゴールドゲットと、一応本人もゴールドゲットできるのかな。できますね、シーフだから。だからまあそんだけですね。そうっすよね。うちずっとモーさんおらんのよね。欲しいな。子供さんが欲しくて回してた召喚で得られたのがライラですからね。まあ嫁とはそうやって知り合ったんですけど。よし、こんなところでしょう。アイリスはついでに本日の無料召喚を。回してアイリスは終わりかな。ラスエルさん、さて59分。あ、16時になりました。よし、そしたらとりあえずアイリスを終わりまして、
あれ？殿は回した時でなくて何でもないタイミングで現れた。いつもの。物欲センサーなんでしょうね、おそらく。なんか、欲しい欲しいと思ってると出ないんだけど、そういう、何の気ない時に出てくるんだよな。これどうしよう、サイズがちょっと違うんだけどな。大丈夫かな。この、で、お城の、大丈夫かな。行きましょう。あ、ちょっとあれか。これが邪魔やね。だからジョノン狙うのもうやめた。わら、トスへ変わってないか。あ、これは一緒でしたっけね、確か。ジュノン。ジュノンは銀ユニのドロップ率がアップでしたっけ。おう、おかえり。ただいま。早速戦の準備だ。せやな。説明を開始かと。お城ちょっと変わってる。なんかアイコン変わってる。あ、本当に？ちょっと待って。鎌倉騎馬。改築は増えてないかな。あ、変わってますね。今さら気づくという。じゃあ早速。ちょっともう一枠延長しときましょう。山ですよね。山だな。あと。とりあえずこの辺でいいか。あ、待って、敵を見ておかないと。大丈夫でしょう。大丈夫かな。天道場のレベルがもうちょっと欲しい。手が将棋の止まって、アイリスと同様パクるの好きだよね。パクリーなのかな。時事ネタだとは思うけど。とりあえずこれでいこう。品川台場、水開放だ。早速将棋が出てくるという。工房に築城移動したか。築城は元から工房じゃなかったっけ。すごい昔はそうではなかったけれども。でこのメンテ開けと同時に来たのかな。分からんけど。
やばい、天道上が不思議ちゃんになってる。配置最強のクマモン。あ、うちはね、クマモンよりも名古屋城の方が、うん、あの決して水着だからではないですけど、うん、お気に入りですかね。はこの間の正月で出たやつがすごい強いらしいですね。振り返す、決して水着だからではない。そうです。いやらしい、水着だからではないんです。最低だな。え、あのすごく大きいからではないんです。っていうかね、私槍スキーなんですけど、最近は土スキーでもありますね。いや、土スキーではないです、土スキーです。あの私がなまってるのとしたったらずなので、発音がうまくできておるかは謎ですが、うん、まあどうでもいいわ、うん、伊達さんのあの月がかっちょええな。月というかアンテナというか、それならもう土はお譲りしますので、私は槍好きでいいです。パーリー、It's party。 放送でやるのは心配だな。やったぜ、ハチハンマー編成攻略続ける許可が下りたぞそんなのやってたの。ストーリー長いので要約してもらえませんか。はい、ちょっと私も要約できるほど見てなかったな。まあとりあえず、やっぱりお城は最高なの。おお、なんか お狐様がおるわ、うん、あの私動画上げるので、まあ急ぐは急ぐんですけど、それでもこれはちゃんと読んでますね普段は。殿がいいってなってる。一緒なんですよね。始まるよ。
どうしたかな。とりあえず遠隔枠を確認。今日も盛り上げていきましょう。あ、なんか変わってますね。お手紙いっぱい送ります。表示されますね。穴城の堅固さを見くびるなよ。お手紙いっぱい送ります。なるほど。そしたら死者門天よ、お守りください。お手紙いっぱい送ります。株を最大化しますわな。お手紙いっぱい送ります。ここまで届くかな。弱兵と侮りやす、私が皆を守ります。こんな感じでどうかなと。いざ参る。あ、やばい、対空があっちだった、勝負ごとにおいて遅れは取りませんよ。モガの八つ盾を甘く見ないでください。あー、あかんあかん。殿もやる気にあふれてるな。やっちまおうぜ。ちょっとあれは倒せないで、スルーしてしまうな。死者門天よ、お守りください。いざ参る。モガの八つ盾を甘く見ないでください。モガの八つ盾を甘く見ないでください。あー、ちょっとこれは耐久が弱いね。かんねあかんね。しゃあ、思う存分暴れてやる。雑魚は引っ込んでろっつーの。前回の絶一の編成のまんまだから近接がめっちゃ多い。これはちょっとやられたね。小口を一気に攻めとるぜ。モガの八つ盾を甘く見ないでください。雑魚は引っ込んでろっつーの。おっとっと。ここで鈴がどうかだな。でも金棒相手で止まってくれてれば、逆らう者には容赦はせん。倒してくれるかなという感じで。風を呼べ。とりあえず OK。 とにかく近接多すぎる。敵を倒せば勝ちだ。まあそうでもないか。近接は多すぎないけど、ちょっとバランスが悪いかな。あらやだ、積極的っていうか、ちょっと M 気があるのかな。とばっちり桃型。
なんか今回の天道嬢さんはエロいですね。率直に言ってエロいですね。普段スキップしちゃってる殿もぜひこれは読んでおきましょう。エロいので。じゃないわ難しいの方、ただまあ、改善すべき点がよくわからんが、変革かな、天道城入れてたかな。で山城の槍がいればいいよな。どうすっかな。海賊の悪行は許さないよ。じゃなくても鉄砲か弓かでいいか。星4トップ以上に記事しましょう。大阪城殿もらっきょうを食べるでしょうか。そいでそいで、コモド城ポジションが必要だったのかどうか。ちょっとなしでどこかな。お任せください。隊の規律は私が守ります。ああ、そんで動画でやるってすると岐阜城と春日山城はちょっと使えないので、ちょっと山城で、ね、絞り込みまして、山鉄砲は少ないんだよね。おじゃれや、触れ太鼓を叩きましょう。で、春日山、鬼頭君はどうだろう。あ、ないときついかな。とりあえずなしで行ってみようか。以前ベラフッコクの曲風見せてもらったお礼に来ただけだから。声が聞きたかったからじゃないんだからそうなの。まあどっちにしてもありがとうございます。イザベラ復刻、ケラウロス王子で攻略してましたね。あそこね、多分もう一人ぐらい減らせそうなんですけど、そしてあの風鈴を使う必要はなかった気がする。多分あれ相馬ちゃんとかで十分だったような。でも風鈴じゃないときついかな。あれラストペガサスが1体残ってたんですけど、あれをひょっとしたら風鈴じゃないともっと残ってたかもしれない。まあ逆に相馬ちゃんとかの方が潰せてたかもしれないんですけど、まあまあまあその辺はまた今度機会があれば実践してみたいところなんですが、刀の方がいいかな。土、そうね、あそこに土鬼ヶ城を置いて、ちょっといざっちゅう時のために今日通常にしときましょう。やったー、殿のおそばで戦えるのですね。ああ、それはもう何よりでございます。援軍、使えれば楽ですよね。まあていうかケラウノス使えればあそこはめっちゃ楽ですね。まあ、とりあえずこれで、
と利なんですね。殿に刃を向けたこと利の難しい置いてみましょう。後悔させてやろう。さてとりあえずここ今日も盛り上げていきましょう。で、まあ、こっちに土を早いかな。こっち石櫓より敵営を確認。しゃあ思う存分暴れてやる。あーそっかちょっと待ってよ。私の活躍見ててくださいね殿。あーやっぱ足んないかな。足んないっぽいな。殿もやる気にあふれてるな。お手紙いっぱい送ります。お手紙いっぱい送ります。そうするとどうなのかな。私が皆を守ります。お手紙いっぱい送ります。お手紙いっぱい送ります。攻め団長いきまーす。体幹を整え体幹を整え精神集中。体幹を整え精神集中。強行拒攻め団長いきまーす。物見櫓で見ておりました。出撃なのですね。私の一撃は少々重たいですよ。雑魚は引っ込んでろ。雑魚は引っ込んでろっつの。攻め団長いきまーす。私の一撃は少々重たいですよ。本当には純然たる強制。やばいぞやばいぞ。大丈夫かな。で鈴がやばいよねこれ。本当に大丈夫か。純然たる統制を。本当には純然たる統制。でもまあ既得運はなくても良さそうかな。でも計略使っちゃうとあれよね。文武両道の私に敵はいません。天狗の蹴り上げは終わらんな。しかも金本かと思ったら岩尾通常だけに届いてもね。あ、違う。あそこ遠隔枠だった。忘れてた。ここ射程入っちゃうのかな。物見櫓で見ておりました、ね、出撃なのですね。私の一撃は少々重たいですよ。先の舞い。やったー。やりましたよ殿。いっぱいいっぱい褒めてください。ていうかちゃっちゃと絶命に行った方が良いですよね。じゃあとりあえずケツはクリアだけクリアして、ちょっと待って。伊達さんが来るの。伊達さんも来るし片倉さんも来るのね。どうであろう。この槍の人がめっちゃ多いですね。38体って鈴が欲しいかな。
でも鬼ヶ城をぶつければなんとかなりそうな。っていうか鬼頭くんが欲しいね。山川さんでもつけていこうか。私を攻略するには3年かかりますよ。とりあえず近接遠隔を読んでいきましょう。お腹が減って動けません。待機でいいですか？ちょっと鹿島城で。まあ当然私を連れて行くわよね。でも待ってよ、天道城の方が良かったりするかしら。ことはなかったぜ。まあ 1.2 倍してもちょっと及ばないですね。はい、でも耐久がめっちゃ高い。あ、違う、間違えた。こっちだわ。まあそれにしても耐久はまあまあ変わんないか。まあいやいや。残り17分と。絶命までいけるかな。不思議ちゃんと貸していますよ。長いよね。長いね。それでもスキップしない。影響するんですか。普通に呼吸器官で影響しましょうよ。ソフィーの世界を思い出すな。左右もしくは上下から一体ずつ来る感じですかね。まあとりあえず難易度普通でクリアしてできればいいんだけど。
ちょっと待って、またこの蔵の配置。はい、そしたら近接読んで足りないのでは、足りるかな。怖いな、やだな、怖いな怖いな。とりあえず、ああお待ちになってどうしようね。では鬼頭君、あ、そら鬼頭君をなんとか。奇跡は起こす、起こしてみせます。高島城出陣するわ。どこまで我慢できるかしら。どこまで我慢できるかしら。あー、では株が入ってないからだいぶやばい気がする。ここは私にお任せください。そしたらあっちは鈴に任せて、ここじゃ危ねえかな。片倉さんがこっちから来ると危ないね。物見やぐらで見ておりました。出撃なのですね。どこまで我慢できるかしら。善に従うだけです。善に従うだけです。私の一撃は少々重たいですよ。どうだろう。石やぐらより敵へ。しゃあ、思う存分暴れてやる。私の一撃は少々重たいですよ。体幹を整え精神し、ここは私にお任せください。善に従うだけです。体幹を整え、強行極死。私の活躍見ててくださいね、殿。私の一撃は少々重たいですわ。この右上から伊達さんが、あーでも伊達さんそっちに去っていったから逆から来るのかな。わー、ちょっと読めねえなこれ。良い風の流れが来ました。私の本気は7分限定です。勝目先の舞はーっ、攻め団長いきまーす。せやね、伊達さんは攻撃始めると止まるからね。そこはまあまあ食べれなくてもいいし、一応対応が楽っちゃ楽なんだけど、でもまあ右上に鈴ははまってたな。こうやってこった。文武両道の私に敵はいません。あ、やっぱそっちから来るね。去っていって、あーそっちから来るの。伊達さんが右下から来て、なるほど。私が皆を守ります。射角よし、発射準備よし、発射。回復いるかな、これは。お腹いっぱい、これが私の真の力。本当には従前たる構成短期はちょっと辛いな。乾の方向て、本当には従前たる統制。本当には従前たる統制。
ピシアクリル敵営を確認。ザコは引っ込んでろっつーの。やめてしまった。天狗の蹴り上げ岩。クリアできる場合は当絶命に行きましょう。うん、ちょっとマルチロック中の失念してました。クラが一個やられてもうた。いっぱい戦ったからお腹がペコペコです。お腹がペコちゃんだし、お弁当でも食べましょうよ。ぼよみちゃんっていうか、佐藤ささらさんボイスだとなかなか伝わんないけれど、うさ耳うさ耳がこういうところできますか。気合い入っとんな。物理です。なんか不思議な力が働いてとかではなくて、スパーンと。おもちゃじゃないって言うてね。なかなかの言い草ですね。ここも織り込み済みなんですかね。あ、織り込み済みなんですね。いや、すごいな。残り6分。ちょっともう一枠延長しときます。お山城だっけ、ここはちょっとカブトっぽいぞ。あ、全然違った。前田金沢城。こりゃ絶に出てくる流れ、バラバラ。珍しいね。絶にって大体夢落ち的な内容だったのに。妄想の中での戦闘みたいな。あ、でも結局終わりなのかな、ここは。そ
それとも絶にで決着的な、これはフラグっぽいですね。さんは武神降臨の器ではなかったんだろうか。読まれちゃうんだ、この大丈夫、殿起きてた、よかった、出たー、いつものやつ。ぐらいはね、お肉がついてた方がね、良いですよ。実際の戦闘では何もしてないですけどね。結局絶には妄想なのかな。そしたらちょっと一旦トップ画面に戻りまして、ちょっとすいません、お花を摘みに行ってまいります。
ただいま戻りました。お花はね、今ローズマリーが見頃ですかね。うちのベランダにあるんですけど、2月の方が見頃だったかな。お花が、青いちっちゃいお花が咲くんですが、肉の匂い消しなんかに使ったりしますね。ローズマリーすごい強い品種なので、ガーデニング初心者にもおすすめです。てな感じで絶味に行きましょう。どんな感じやねんな。あー、やっぱり妄想な感じですね。で、それ力士さんって何3体もくんの。これはちょっとガチ編成で挑まねばあかんね。花をサラダに散らすのもおすすめ。ああ、それは初めて聞いた。ちょっとやってみようかな。ちょうど花咲いてて今散ってる最中だもんね。準備万端、愛整いました。どうすっかな。まあ星5にとどめたいとこだな。なるほど、そうか、そういうこともあるよな。まあでも今度やってみよう。まあアリ1匹ぐらいなら食べちゃう。多分酸っぱいけれども。結構よその国では食べたりしますからね、アリ。の屋さん連れて行こうかな。ラソエちゃんの方がいいか、案外。ラソエちゃんにしとこう。レベルがもうちょい欲しいけどな。大砲の音は苦手なんだよね。で、山川さんがいるから。力士への火力がな。五つぼあり、そういうのもあるのか。やっぱ体に蜜を溜めているっていうことなのかな。名前聞くと美味しそうだけど、どうであろうか。ちょっと初心者には難しそうな。まあとりあえず難易度普通だから、やっぱ株は欲しいよね。高島城ごめんなさい。ちょっとね、途中で大幅に予定が変わりまして、こんなんやってます。だからまあ、いつもはアイギスしかやってない人もこの機に殿になっていただければと思ったり思わなかったり。まあ、あのお城も面白いですよ。お城、結構お城も両方やってる方多いと思いますけどね。まあやってない方はごめんなさい。アイギスだけの方は申し訳ないです。で、やっぱ株が欲しいので、あれね、あの NG コメントになっちゃうから伏せ字にしているやつね。申し訳ないです。あの、ちょっとそこは私も気になってたんですけど、ちょっとその場の流れでお城を始めてしまっております。で、やっぱ株が欲しいので、株は本田ですよね。違う、そうじゃない。鶴ヶ丘、あ、でも敵で鶴ヶ丘が来るから
明日の朝飯を。リハーサルは何時入りでしょう。嬉しい。こう早いね。カンストしたの？育成早すぎやろ。うちまだ40代ですぜ。むしろ17回も挑んだ木月城がすごいよ。する気なんだ。こないだのコラボで死んだり、殿、なったけどまだ2年後くなんしかクリアできん。おー、マジっすか。まあ、最初はね、とりあえず戦力を揃えて、一応年末くらいからやり始めました。こっちは全然ですわ。あ、マジですか。まあそれぐらいだとまだまだ戦力の拡充を急ぎたい頃でしょうかね。戦力揃わないとなかなかもどかしい思いをすることが多いかと思いますが、ぼちぼち続けていただけたらと思います。だんだんね、楽しくなってくるんで。消費50くらいから無理だからスルーしてる。なるほど。まあそれもだんだん揃ってくるとね、こなせるようになるので、特にね、株がいるいないで結構違ったりしますね。あとそうですね、やっぱ範囲攻撃の兵種が強いです。まあまあまあ、うちは槍好きだからそこはちょっと外して言うと、土と大砲ですかね、が強いですね。最初のうちは仕方ない。そうそう。今日は町娘姿の方が大きさが、ね、言うても報酬でそんなに差は開かないから大丈夫。うち重要なのか、牽制外してたわ。まあ最初の方うちもね外してました。ただね、最近の動画で言うとやっぱ鬼ガチョウが強かったな。絶一のやつですけど、個人的には各地形の土を、まあこれ 全兵種で言えることですけど、全地形に適応した土を育てておきたい感じですね。アイリス脳のまま回復に入れたら攻撃からんから意識の改革からしてます。そうですね。出撃8人ですからね、こっちは。2人入れちゃうとバフが強力じゃないと難しいですね。最初は入んないよね、ヒーラー株なんですけど、しばらくねストーリーが進むと、ストーリーでドロップするようになるんですが、鶴岡城っていう
そうなのか。なんか過去を捏造してないか。気づき上。がやれるんだけどな。あ、いますぜ。うん、ヒーダーは数ですね。今回のイベントで将棋駒集めると築城で手に入る。あ、そうやね。今まさにイベントで、うん、ヒーラーというか株が手に入りますね。あ、違うわ。株じゃないわ。あの鈴ですね。あ、でも株も入るのか。あ、そっか。むしろ今のイベントの外れ枠が株ですね。うん、だからちょっと頑張って将棋の駒を200個集めまして、特殊築城をすると高確率で手に入ります。あ、和骨です。そうですね、今和風なアイリスをやってます。うん、まさに一粒でむしろその株が欲しいっていうんであれば外れの方が美味しいという逆転現象が起こってしまいますが、うん、そんな感じですね。あれそうなのね、もう装備枠も全部開いた。外ればっかで、前田中はいい。あー、そうなの、装備枠。あ、はいはいはい、もうあれですね、限界突破ですね。前かな、可愛いんだけどあんまり出番がないな。それがなぜこうなるのかっていう。うん、便利ですね。ちょっと待って。なんかマップが違うよ。なりとかがあるのか。で、この出撃枠何これ。まあまあまあ、マジか。倒したいけど、鈴外しちゃったんだよ。戦をなくすためだよね。シアナガージョにした方がよろしかったかなと。奇跡は起こす、起こしてみせます。まるっとお見通しだよ、まるっとお見通しだよ、まるっとお見通しだよ。こっちの王将、この石櫓に敵影を確認。うん、出てますね。体幹を整え、入ってくるよ。体幹を整え、精神集中。まあ赤くなるよ。まあいいや、とりあえず流そう。赤くなる前に倒せとおっしゃる。あの角絶対斜め以外にも進めそうだな。しゃあ、ね、思う存分。今日も盛り上げていきましょう。体幹を整え、精神集中。ここは私にお任せください。殿に頑張ってもよしかないな。私の本気は7分限定です。これやばいわ、あかんね。これ止めないとあかんね。強行極死。あー残念、持たなかった。この将棋すごい、駒をすり抜けていくよ。そこはもうね、突っ込んでいいのかな。とりあえず
ね、あそこカナボンで止めないとダメだよな。やっぱ鈴が欲しいね、これは。うらすえちゃんの枠で鈴にして、こっちの駒を使われないだけマシさ。まあ取られはしないけどね。高島城、期待されてる分ちゃんと答えてあげるわ。かなこれで。今度はスキップします。時間は12分。とりあえず普通をクリアしないことには。奇跡は起こす、起こしてみせます。職権はちょっとね、ちょっちゅね。高島城出陣するわ。今日も盛り上げていきましょう。この将棋はこっちが全く攻めれないのだな。だってすぐなられちゃうもんね。困ったね。石櫓よ、敵へ確認。これが想定してやった方がいいかもしれんな。そうですね、まあ私が皆を守ります。全てにおいて言えますけど、あーちょっと待って、鶴岡城逃げられちゃうじゃん。ここは私にお任せください。私の活躍見ててくださいね。殿、体幹を整え、体幹を整え、体幹を整え、精神集中。最前線のやりとか攻め団長いきまーす。からどうすっかな。私の本気はお手紙いっぱい送ります。攻め団長いきまーす。あとはもう、あ大丈夫だね、ギリギリ大丈夫やね。ちょっと待って、佐竹氏さんも毛虫も来るの。駒を並べるところからすでに勝負は始まってるということか。チェゲラッチよ、行きます。チェゲラッチョどういうことなの。全に従うだけです。セメ団長、行きまーす。てか株を育てないとあかんよな。お手紙いっぱい送ります。もうちょっと待って、ちょっと待って、どこまで我慢できるかしら。歴史が来てるけど、あれはどういうことなの。どこまで我慢できるかしら。マイモープン通したいです。あとね、砥石城が欲しいね。大砲欲しいね。大砲か、そうか。どこまで我慢できるかしら。ちょっと待って、毛虫がもう来るの。天狗の蹴り上げいわ。お手紙いっぱい送ります。乾の方向で、なかなか辛いな。ちょっともう歴史が来てるよ。文武両道の私に敵はいません。暗い破られちゃう。しゃ、なに。そうだよね。俺様が動けないだと。鬼が上は犠牲となったのだ。ちょっとそれもやばいね。私がお手紙いっぱい。剣術って疲れちゃいます。お腹いっぱい。これ剣虫が本願寺負けます。剣術って疲れちゃいます。ここは私にお任せください。本当には純然たると剣術って疲れちゃいます。これだとクラもあかんな。いや、まさか普通でこんなに苦労したとは思わなかったっすな。しゃあ思う存分暴れてやる。そやね、慣れちゃうと苦しいですね。霧が濃くなってきたような。お任せください。
あー、ちょっと柳川さんの仕事が柳沢城も落ちちゃったの。柳川さんに最初に鶴岡城を倒してもらわないと歓迎かな、これは。うーん、がエロすぎて困ってます。いいじゃないの、エロくていいじゃない。久々に浜松出すかな。浜松城、そうだな、大砲欲しいな、大砲欲しいけど、まあうちも建築家しかしてないんですけどね。守りに回ってもよくないし、盾も一つ欲しいかな。でもな、前の方に鈴を早めに最大化して、なる前に極めようぜ。ただ放送としては手こずる方が面白いような、わらわら。いやなるべくスッと行きたいですけどね。これまだ普通やしやね。どうしよう、なんか山科本願寺を育てる余裕がなかなかないっすね、今の感じだと。この犠牲は無駄にしない、どうだぜ。マジかよ。いやまあ役立ててくれるなら何よりですが、そうね、まだ挨拶代わりですからね。何の前ですから、絶普通ですから。じゃあまあ他の動画勢の方のためにもちょっと頑張りますか。ただ星5で収めるってなると、犬のやつを入れてみるか。喜んでご一緒させていただきます。メンテだったんだ、アプリのソフトキー消えててどうしよう。あらまあ、とりあえずブーコと皇帝とあとベルクが欲しいところだな。せやね。皇帝ドーンできたらいいんだけどね。まあそうもいかず。じゃあまず初手柳川城をちょっと強めて鶴岡城を倒してもらう方針で、あとどうすっかな、変革を増やした方が良いのかな。長射程で、長射程の遠距離でなられる前に倒したいよな。あっさりしてる。殿が強くなってほしいっていうのはねあるけども、人気来るかな。山城で、長射程っていうと、ここがしんがりいつまで経っても弱いんだもの。そうね、そのうちテコ入れがあると思うけど、まだしばらくは弱いままなのかな。やっぱり我が自ら出ねばならん。こんな感じで行ってみようか。勝利は強い、わらわら。この将棋はめっちゃ強いらしいですね。そういう設定らしいですね。2段ぐらい大きくしないとあかんかな。奇跡は起こす、善に従うだけです、善に従うだけです。で、どこから来てたっけ、そっちだっけ。高島城かな、出陣するわ。しんがりは頑丈と床の上では最強。菱櫓より
敵影を確認。あ、倒せないか。ダメか。都合なんとか。めっちゃ。あー、ダメでした。全力使うだけです。わー、ちょっとこれ最悪や。ここは私にお任せください。参ったな。私が皆を守ります。しゃあ、思う存分暴れてやる。私の活躍見ててくださいね、殿。アビショーさんの未来かもう時間ない。あ、マジで。ちょっと延長しておきますね。攻め団長、攻め団長、行きまーす。体幹を整え、精神集中。でもここ手虫にやられちゃうポジションやね。雑魚は引っ込んでろっつーの。どこまで我慢できるかしら。弱兵と侮るやつ、我らの力を誰も殿に触れさせはしない。届かない。華麗なる一撃、行きますよ。間に合わなんだ。久しぶりに星を見かけどキャラの頭上未満と出るようになったんだな。うん、これね、あ、和骨です。うん、毛虫もさることながらちょっと他にも厄介なのが多すぎるよ。この最大化っていうのはこのまさに今日から出るようになったようですね。攻め団長、いきまーす。やばい、これまた殿が落ちるパターンや。体幹を整え、精神集中。大丈夫。体幹を整え、精神集中。へー、どうであろう。華麗なる一撃、行きますよ。あー、先に倒せる。よし、毛虫がやばい、歴史もやばい。文武両道の私に敵はいません。あー、おー、やばいやばいやばい負けたー。殿が対マン勝負に負けました。無念。鈴じゃないのかな。どうだろう、ここは鈴だと順割りゆっくりだからあかんかな。もう一人ぐらい鉄砲が欲しいかね。そうなるとなられる前に撃破って考えると、まあ射程の長い鉄砲じゃないと。当屋におじゃれや、触れ太鼓を叩きましょう。あとは読みと、ちょっともう一回。うん、水を飲みます。でも月が多かった、ね、そうですね、苦労しながらもね。奇跡を起こす、善に従うだけです、善に従うだけです。ここはもう鉄板ですね。こう弱兵と侮る奴らに我らの力を見せてやれ。でここを言っとかないと間に合わないかな。間に合わんね。善に従うだけです。ちょ、はい、オッケー。あー、で次はどうするか。あー、いや、あそこはまだいざ参る。早まったかな。ここは私にお任せください。ちょっとね、ゆっくり行きましょう。はい、先に鉄砲やろうな。物見やぐらで見ておりました。出撃なのですね。三発で倒せる。と、ドリー城石やぐらより敵影を確認。牙が来てるからちょっとそっちも。あ、大丈夫大丈夫。体幹を整え。
体幹を整え精神集中。あーやっぱり竹を持ってかれるね、よくないね。いざ参る。オッケーかな。うん、オッケーオッケー。そこはどうだ。誰も殿に触れさせはしない。華麗なる一撃、行きますよ。あーやばそうな感じがする。あ、でもセフセフだいぶギリギリだったけど。体幹を整え精神集中。どうであろう。あとは鳥取さんの経絡結構便利。あー雷ね、落雷か。強行極死。私の活躍見ててくださいね。殿、攻め団長いっきまーす。とりあえず一安心やね。華麗なる一撃、行きますよ。攻め団長いっきまーす。攻め団長いっきまーす。竹束はどうなっちゃうんだ。あれ騎士もいけるかな。これだね。どうやさ、私の一撃は少々重たいですよ。華麗なる一撃、行きますよ。これどうなんの。あ、そっか、それになるんだっけ。それは倒さなあかんね。ゲスだ、その顔はもう見飽きた。あー鈴か、鈴がちょっとやばいな。文武両道の私に敵はいません。どやさね。こっからどうなるんだ。あーやばいね。しゃあ思う存分暴れてやる。あーこれあかんね。私が皆を守ります。やばいやばい、雑魚は引っ込んでろっつの。あーなだれてる。かんなかった。宝術に吸われちゃうんやね。あーめっちゃなだれてる。雑魚は引っ込んでろっつの。あーくだらかんなーこれ。天狗の蹴り上げいわ。とりあえずくだはもうしょうがないな。いうか鬼頭くんは出してないっぽい。ここは私にお任せください。私の一撃は少々重たいですよ。雑魚は引っ込んでろっつの。いやもうそういうわけにもいかんのだけど、とりあえず右の蔵は諦めよう。少々重たいですよ。柳川さんが意外といい仕事をしてなさる。いざ参る。なだれると簡単からな。逆らう者には容赦はせん。ここ行くねー。犬の方向で、何気にこの右上の蔵も攻撃されるしな。困ったもんな。勝つ先の舞はーっ。そっちから来んの。木は倒せたけれども、全部ぶっ潰してやる。天狗の蹴り上げいわ。神器は攻撃には関わらない。これより掃討を開始する。
容赦はしない。満場の外から攻撃とか万代戦術かな。そやね、万代戦術やね。これがアイアンリング。あ、ちょっと最強の力。やばい、早まった。なんか全体に攻撃してませんでした今。乾の方向で 3D 将棋。あー、これはちょっといかんな。 3D 将棋リングの蹴り上げ。はおお、これはちょっと縦の位置が本当に純然たる統制。それはちょっと何よりや。天下を武で治め、天下不武だ。ボロボロやね。これで疫病は去りましたね。良いことです。めでたくもあり、めでたくもなし。いや、殿はね、大魔王と同じで逃げられないんですよ。楽しそうやな。さすがに駒多いな。いやー、しかし結構普通だけどきつかったな。おお。ちょ大丈夫？放送コード的に大丈夫？大丈夫ならね、ゆっくり飛ばしちゃったけど。ゆっくり見ていってね。大丈夫ならね。これ大丈夫、大丈夫。OKOK。メッセージウィンドウを消せるとよかったんですけどね。しかしこう見るとやっぱり気痩せするんですかね。じゃあまあ名残は惜しいですけれども、健全です。ちょっと名残惜しいですけれども、先に進みましょう。もっと新しい駒でも仕込むのかな。ちょっと仕込みの方はねやってないですよね、このゲーム。鈴を置け。なるほど。まあ結構圧迫されるもんですね、着物でも。いや、着物だからか。帯の位置がだいぶ上だもんね。しんがりの棒銀で。棒銀だろ。そこは金じゃないんだ。あるとそれはそれでまた面白いんですが、お城は多分来ないかな。あるわ。しんがりの棒銀で白娘の穴熊を攻めるというね。おお、なるほど。あのね、穴熊とか言葉はわかるんだけど、いまいち分かってないモスです。報われないですね。最終的に、一緒になるのでしょうか。あ、そりゃお蕎麦好きだったね、天道場は。そろそろ柳川
闇落ち。ワイ的にはしないでほしいけど、どうだろう。そこはちょっとわかんないな。そばもいいよね。お腹空いてきた。所領は柳川だったら、死んだりは女というより紐なのではないだろうか。柳川改築では優遇されたと思うけども、紐なのか紐なのかな。改築でだいぶ出番が多くなりましたよね。鬼頭くん使う機会が多いですから。ただ最近地形ヒダのミッションがないんだよな。しかしまあもっさりしなさる。武神降臨なんかにおいても鬼頭くんは使いますから、やっぱり、汎用性は高いと思いますよ。使ってたこともあったようななかったような。一番最初の武神降臨で使ってたと思うんだけど、最初は誰だったっけ。前田さんかな。前田利で使ってたかもしれません。かなりうろ覚えですが、そうっすね。なんかちょっと鼻声っぽくなってきたかな。花粉の時期になると喘息は出るわ、鼻声になるは大変です。
なってるけど神秘殿の俺の世界では救出されないもの。まあどんまいっすね。とりあえず行けるところまで行って将棋の駒を稼いで鶴岡城をゲットしましょう。でも正直この時代で戦術を練るのに使ってたのって囲碁なんじゃ。難しいね。ちょっと前はよく知らんけど、確かに囲碁の歴史の方が古いような。タイムリーに囲碁の話が。そのうち囲碁もやりそうですね。30というと歯かな、上波級の歯ですね。それでも最初のうちはね十分ですよ。とにかくする、お金をこんなに取りやすいことなかなかないわ。あーそうかもね。天下統一もだいぶ進まないとドロップしないから、ここで取っておけるのはありがたいかもしれません。だいぶ後半でしたもんね、鶴岡城育て始めたの。山本本願寺よりも使ってるわ。山品本願寺、あ、山本もいるのかな、ひょっとして。まあだいたい一緒の能力なんですけど、山品本願寺は射程がアップするんですよね。その射程アップが結構重要なこともあったりなかったり。最初に配られた株は星2だったからね。そうそうそう。あと普通にゲットできる、誰だっけ、城を使っております。あ、木の城ね。復刻だったのかなこれ。復刻違うよ、あれは復刻ではないよ。 初出ですよ。初出って言った方がいいか。木の城はねバフがつかないからな、ダメージ軽減はするんですけど攻撃に関してはバフがつかないから、鶴岡城で慣れてるとねちょっと難しいとこですね。回復役、防衛としてはすごい良いのですが、足止めがいるかいらないかで結構ミッションの難易度っていうのが変わりますよね。まあ足止めに限らず盾は結構防御が高いんで平井心としても優秀なんですが、最近
は結構盾が必須っていうことも多いですね。鶴、丘は平城だから範囲広くていいよね。あー、そうですね。あ、平城だから範囲が広いとかあるんだ。普通に考えたらそうよね。神様と交信しちゃったからね。私があのコメントを読んでって読んでってっていうのは対応しててあんまり進んでないっていうのもあるんですが、いやー、しかし普通であれだと何はもうちょっと戦力見とかないとな。山形城結構ね、能力値見るだけだと結構強いと思うんですけど、どうかね。改築で星5だっけ。これをこうしてこうしてこうじゃ。いいな。前田金沢城って腕広げたら首締まらない。うん、それね、ワイもちょっと気になってました。100号と読まれてしまっている。これちょっと辞書の登録しとかないとダメだな、ゆり。うん、せやね、ちょうどフィットしてましたね。三者三様に。教育しといて。うん、しときます。というわけで時間は、残り5分。どうしよう。ちょっと絶難は裏でこっそり頑張ろうかな。あのね、リとケツも一応上げなきゃあかんから、はまあまあさっきのでほとんど完成してますけれども、ケツはまだ全然できてないから、とりあえずちょっと5分で何のクリアするんだな。手厳しい、お手厳しいよ。ちょっと待ってね。あれはどういう感じでいけばいいのか、槍増やすか。鬼ヶ城で言ってた部分をできらー住みたいのに、なんでみんなご城なの。ごめんなさい、それはね、結果タイトル詐欺になってしまっていますが、最初はアイギスをやっていたのじゃよ。春日屋、お前が放送すればいいんだな。それもまたちょっとあれですけど、やっていただけるといいけどね。いや、とりあえずこれで。1.5 倍周回しかしてないんだの。適当。ほら早くカリンカリンするだの。とりあえずまだお城の方はパリパリしなくても大丈夫ですが、本当はね、アップデートの前まで、おつです。ちょっと早いけどおつです。本当はね、このお城のアップデートが上がる前までちょろっとアイギスをやる予定だったんですが、急遽こういうことになってしまいまして。あ、ええー、たま
待ってんじゃん。うん、こっちはね、お城の方はそれ楽なんですけど、あ、鹿の城いてるか。ちょっと鬼頭くんもマシマシで。あー、あかん。フィルターが全然ないと、ロードがクソ重いね。この時間のない時に。鹿の城。鹿の城を作って。私の出番ですね。任せてください。これ柳川さんで鶴岡城を落とせるかどうか微妙なんだな。まあいいや、とりあえず行こう。殿と一緒ならいつでもお守りします。時間はないからね。じゃあ。という名のウサギレバンタ。一緒に温泉に行きたいさ。とりあえず終わり。あ、奇跡を起こす。起こしてみせます。琉球の神の終わりやもうすっと綺麗に終われないと思うんで、今のうちに謝っておきます。弱兵と侮るやつ。白黒ですね。我らの力を見せてやれ。タイトルでごめんなさい。アイリスと歌っておるのですが、そこはちょっと変わってしまいました。あ、この配置もさっきと変わってしまいました。体幹を整え、体幹を整え、精神集中。ここだったっけ？こっちだったっけ？私の活躍見ててください。ここは私にお任せください。助けに来ました。体幹を整え、精神集中。あ、そっちもあるか。こっちかな。誰も殿に触れさせはしない。いやー、ごめんなさい、ちょっと私の方はそんなに余裕がないです。攻め男女いきまーす。華麗なる一撃いきますよ。あ、そうだ、ここでさっき叩かれるところにいたからな。私の一撃は少々重たいですよ。ちょっとごめんなさい、綺麗に終われないですけれど。お疲れであります。お疲れです。また何かありましたら、善に従うだけです。よろしくお願いします。結構ちょいちょいやる予定ではいますので、言うても週に1回か2回かな。これはやばいか。私が皆を守ります。ウサギ小屋がやられてますわな。あれ、助けに来ました。